これも同様ですね。だからこれとこれ同じこと。これがね、水槽に目を向けると見えるんですよ。バクテリアと。これがこうやってですね。あとはまあマンネリ化してくるところです。つまらないなと思ったら趣味はやめるときです。で、飽きたなとか、次の何か目標が見つかると、そうでもないんですけど、ワクワクドキドキできてないと、一歩引いて他人から見られると、趣味って無駄なことですから、だからその辺をちょっと意識しながら、あえて、自分でそうなるのを想定し、あえてコメントしてます。で、この辺はね、精神の話で、実際お店でお話しする内容っていうのは、これ結構多いんですよね。自分を見つめるっていうと、なんかこう、内側内側みたいな感じがするんですけど、物事の考え方で、その自分ベースなのか、魚ベースなのかっていうお話なんで、その辺の話は、推奨趣味出します。で、まあ、これから抜け出せると、気持ちよい一瞬がやってくるんですね。あ、大変。これをちょっと今、これから味わっていただきたいですね。これ、最後のこれね。この辺に連動します。全部、結局全部つながりますので、昔完成で見て、ここに書いた、今回のサブタイトルは自分の中の壁ですけど、ここに有機的に全て結びつくかなんかのタイトルで説明したことがあります。だからダブルブリラントの方にはブログでもちょこっと拝見するんですよ。で、メールできた画像とかにもコメントしていいかどうか悩むんですよね。で、うちの水槽変ですかって聞かれた瞬間にババッと答える。気遣いますよ。だからその辺はね、ご遠慮なく聞いてください。だから言いたい放題言ってちょうだいって言っていただければ、お申し付けいただければ何でも申し上げます。気づいたところで、だいぶ OK、随分ありませんねってとか、 OK ではでも奥さんに怒られるからっていう理由で綺麗にしてらっしゃる方もいらっしゃるみたいな。それでごめんなさい。スポンジフィルターの話でした。スポンジフィルターの僕のね、おすすめ、これ中空なんですよ。低床に触れてない。砂の中のゴミを直接吸い込まないんですね。